漆黒のジェイル。俺の名前は大山慎一、34歳。今は独り身の無職だ。中学卒業以来職を転々としてきた。稼いだ金はすぐにパチンコで使い切る。くそ、出ねえじゃねえか。そんな人生を送り続け、間もなく20年が経とうとしている。実は俺、20代で結婚し、娘も2人授かった。だけど、こんなキャラだし。のりこ、どこ行っちまったんだよ。ギャンブルばかりで家に金入れねえもんだから、すぐに逃げられたよ。あ、今日はうな重にすっか。食料はスーパーなどで万引きして食いつないでるが、うんま。帰る家もなく、人に金借り、ネットカフェで寝泊まりしてきた。だが、所持金も底をついて、今から始発で東京を目指す。何しに行くかって。ああ、小腹減ったな。東京って朝から人が多いだろ。万引きしやすい店が多いんだよ。これ、豆知識ね。てなわけで、電車に揺られ東京までやってきたが、空腹も限界を迎えていたので。いい感じに混んでるな。よく知る駅構内のコンビニにより食い物を物色。この店は昔からやりやすい。まあ、ある意味常連だな。初めから食料を購入するつもりなんてない。当然だよ、そんな金もねえんだから。よし、誰も見てない、大丈夫だな。俺は手際よくおにぎりとパン、コーヒー牛乳をズボンのポケットに入れて、よし楽勝だ。商品を隠し持って店を出た。だが店を出た瞬間、お客さん、おにぎりなど持っていますよね。会計済ませてもらえませんと。このコンビニの店長らしきやつに声をかけられた。やっべえ、俺は本能的に猛ダッシュで逃げた。おい待て、ちょ待てよ。こんな全力疾走したのは久しぶりだ。実はこの店長、俺が入店した時から一部始終を見ていたようだ。以前から俺のことをマークしてたんだろう。満を持して捕まえてやろうってわけか。俺は全力で逃げたものの、50メートルくらい走ったところで追いつかれちまった。会計済ませてないよな。俺が逃げたからか。店長はブチ切れてる。俺は髪の毛をがっちり掴まれた。そのまま事務所の方へと連行された。しかしこのままだと大変なことになる。逃げるなよ、事務所まで来い。待ってくれよ、このまま捕まって警察に突き出されたら俺の人生終わりじゃねえか。嫌だ、絶対嫌だ、捕まってたまるもんか。実は俺、窃盗で執行猶予中の身で、万引きでも次捕まれば一発で刑務所行き、リーチ状態だった。だから俺は何かあれば逃げられるように常に刃物を常備している。刑務所なんか入りたくねえ。俺は恐怖で震えが止まらなくなってしまい、暴君と化した。落ち着け、暴れるな。離せよ、離せ。店長振り切って逃げようと激しく抵抗した。そのまま店長と取っ組み合いのような形になった。このままだとねじ伏せられると思ったので、俺はとっさに隠し持っていたナイフを取り出し、店長の腹を思いっきりぶっ刺した。ほら、しかしなんと刺された店長が立ち向かってきた。てめえ会計しろ。沈めたはずの敵が襲いかかってくる様、まるでゾンビのようだった。俺は必死に抵抗して店長を振り切って、揉み合いの際にメガネを起こしてしまったが、構わず力の限り脱出した。信じられないことに、店長は腹に深い刺し傷を負い、血まみれになった状態で。待て、おい、俺の形相で俺のことを追いかけてきた。しかし150メートルほど走ったところで、店長は力尽き、大きなうめき声を上げぶっ倒れた。駅構内の大衆の面前で息を引き取った。まあ今回刺したこのナイフも万引きしたものだ。俺はニースを変えるためゲーセンのトイレでヒゲを剃った。何としても逃げ切ってやる。ナイフはゴミ箱に捨てた。証拠を残すわけにいかないからな。駅構内での殺人、それも逃走したことで、この事件は直後からメディアで大々的に報じられた。刺された店長が死亡しました。犯人は刃物を持って逃走中です。ニュースはもうこの事件一色で、俺は恐怖でいても立ってもいられなくなった。そして3日後、防犯カメラの映像が報じられたところで、俺は耐えられず警察署へ行き自白した。駅のコンビニ店長を刺したの自分です。
どうせ捕まるなら命を奪う必要はなかった。俺は無期懲役を言い渡された。